はい、どうも吉本興業、お笑い、お笑い座頭一小林、男無料です。あーしんど2月1日にこの前1月31日に明けまして、1週間に1回ぐらいでいいでしょう。もう上げるのはしんどい、発信のがしんどい。すでに全部走ってますから、一応ちゃんと毎日10キロ、アホみたいに。ただちょっと危機ですね、危機。骨が痛い、骨、左の骨が、これ多分もういってるんですよ。わかります、骨が、骨がいってるんですよ、骨が。でもたとえ骨がいったとしても走らないとダメなんですね。そういうのこそがワンパンマンになるあれなんでしょう。言ってたから、腕から筋が切れても走、俺はやったんだみたいに言ってたから。だから走りつつ骨を回復させないとダメで、やっぱり回復というのは骨を回復させるって言ったら、やっぱりね、中卒の皆さんでもわかるでしょうけど、カルシウムなんです。カルシウム、カルシウムっていうのはさ、何でしょう。例えば考えてみたらわかるでしょうね、カルシウムっていう。中卒の皆さんでも、カルシウムといえば牛乳ですわな。牛乳でも、牛乳をこうやって飲むのもさ、やっぱり味気ないんでさ、やっぱり私はこれを買ってきましたよ。フルーツェ、フルーツェ濃厚ぶどう味。これでなんと牛乳150ミリを飲むことができる。だから毎日これ一袋と、あとはこれ、柔らか濃いわし、カルシウムたっぷりって書いてるから、そりゃカルシウムあるでしょうわ、そんなもん。これを、一袋、これ1パックと1パック、これを毎日やったら多分骨はすぐに回復するでしょうね。カルシウムたっぷりって書いてるから、これもカルシウムたっぷりですよ。このダブルカルシウムで骨を強化して、ちょっとこれから走りながら回復させていきましょうか。ということでね、まあ、早速これお一つつまもうかしら。柔らか濃いわし、お漬物の入れ物みたいなの入ってますけど、こんな感じ。ロール、このコツが見えるでしょ。このコツが集約されて、僕の左足のコツに吸収されていく。まあ、あとはやっておきましょうか。ランニング見ましょうよ、ちゃんと走ってるっていうのをね。いきましょう、2、1、スタート。ああしんど。今日で7日7ランちゃんとやってるでしょ。70キロ、うわー、平均ペースが6分過ぎたな。ちょっと前までここ50分やったんですけどね、最近やっぱりさすがにコツがいってるから60分、1時間切れないね。2月1日からね、
2月1日56分、これ新記録出てますわ。これどこ行ったんやろ。これは天王寺かな。うん、天王寺の方、生野の方行ってる。2月1日、これ新記録56分、めちゃ早い。で、これが2日ね、58分、2023、2月2日。これはどこ行ったんやろ。あ、大阪城やな。あ、造幣局や、造幣局。造幣局行ってきたやつですね、これ。58分。この辺は全然コツいけてるんですよ。ここも59分。この辺体がめっちゃ重かったね。2023、3月、それでもコツは特に何もなかった。これはどこ行ったのかな。どこや、ここ。西成か。西成じゃあ、つもりや、つもり、つもりのかっぱ寿司のとこ。最近ね、醤油ペロペロが流行ってるけど、かっぱ寿司はまだ何もされてないから、私は頻繁にちょっとかっぱ寿司は見回りに行ってるんですよ。かっぱ寿司、あ、3月3日になってるやん。2月3日、かっぱ寿司この日は見回りに行きました。で、この辺からコツが来だしたんかな。もうね、足が移動で移動でコツなんですよ。だからもう1時間切れなくなってるね。2月4日。これどこや。あー、梅田の一日さんまで行った時やな。この辺からちょっとなんかおかしいなーって感じてきて、ね、コツが痛いんですよ、コツが。ほんで日曜日、ここコツ痛かったけど頑張って1時間切った。これ多分ね、これ天王寺とかやったかな。2月5日かな。安倍野や、安倍野の方まで行ったりだとかね。安倍野で、この辺ももうコツがやられてる。1時間2分、こんだけしんどでも1時間台を結構ね、うろうろしてるっていうのはやっぱりさすがですね。私は、これはどこ行ったやつやろう。多分西成かな。西成がまだやっぱ楽なんですよね。平坦だから高低差がないんでね。西成か梅田とかあの辺行くのも楽なんですけど、ただ梅田とかあの辺方面は信号が多いんですよね。西成は平坦であって、さらに信号も少ないし人も少ないから、これ今日はね、今日はあれやな、天神橋のとこまで行ってきたよな。商店街のこの辺ぐる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 やってきて、最初はね、5分台で61時間切れるかなと思ったけど、もう無理や。あんま無理しすぎたらちょっと取り返しのつかないようになるんでね。コツがいってるから、コツが、はい。まあこんな感じですね。ここで新記録出たのはええんやけどな。2月1日に新記録という感じです。いやー、まあ写真ちょっと溜まってるから見ましょうか。はい、これは造幣局行ったやつね。造幣局やから、その辺に小銭落ちとるかなと思ってすごく見てたんだけど、落ちてないんだよね。
こういう風に先客がいてるからね、やっぱりこの人らは日々を働かずに造幣局の周りを徘徊して小銭を拾うて生活している人たちがいっぱいいました。だから私がちょっと落ちてるかなと思って見に行ったけど落ちてなかったです。これはその造幣局から帰りのこの大橋ね、この辺の人らも多分小銭を拾いに来てるんでしょうね、小銭、うん、これはあのスシローね、見回りに行った時のスシローでございます。異常なしでした、この時は。これはスシローの前の野球場で、これは積もりの商店街ね、これも積もりの商店街、積もり商店街、これ出口ね。でこれ梅田行った時のあれやな、一日さん。梅田の一日さんで、画廊が導入されてるというので、1月23解禁やからね。そしてこれは伝説の私が在籍していた、刑事として在籍していた奇跡というこの店ですね。まさに奇跡、吉本の看板が在籍していたこの奇跡の店。これはヨーロッパ通りにあります。男ぶりよの聖地巡礼で皆さんが訪れてると聞きます。でこれはライフ、阿倍野のライフ、昭和町かライフね、閉まってたよ、まだ朝早いから。これはライフの前にある青木でスーツ買うてる？みんな青木でスーツ買うてる？でこれは何や、岸里、昨日かな、昨日の、岸里なのに阿倍野神社。これは今日はやね。何やここは、どっか天神橋商店街の近くでしょうね。はい、こんな感じですわ。こんな感じ。ああ、骨がいかれてる。痛い。骨が、やばい。ちょっと、カルシウム補給せんと。カルシウム。骨がいられてる。カルシウム。これでも治らなかったか、フルーチェを1日2箱に増やします。